エリスサンダルキッズシューズも最大半額でご提供。夏物大処分セール開催中。 ABC マート。はい、スポーツは松坂大輔さんが2夜連続登板です。安藤さんよろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いします。まずは高校野球からお伝えしていきます。今日は大会4日目、こちらの4試合が行われました。松坂さん、ついに母校横浜高校が登場です。はい、昨日からワクワクしてました。はい、その第1試合、三重対横浜の試合から見ていきましょう。ともに2年連続の出場、三重対横浜の一戦。横浜は3回フォアボールで出塁したランナーを三塁に進め、打席には1番2年生の尾形蓮選手。チーム初ヒットが先制のタイムリー。去年の1回戦で逆転サヨナラホームランを放った尾形選手が今年もバットで見せます。さらに2番板倉寛太選手、連続タイムリーで三重から2点のリードを奪います。横浜の先発は2年生の杉山春樹投手。打たせて取るピッチングで5回までヒット1本に抑えます。松坂さん、非常に安定していましたね。はい、去年の経験もあって非常に落ち着いてましたよね。はい、今日は力みも少し見えましたけど、勝負どころでのコントロールが良かったですね。うん、2年生エース、堂々としたピッチングでしたね。はい、対する三重の先発、上山壮太選手も5回以降は横浜打線を封じ込めます。ピッチングどうでしょうか。はい、ストレート変化球ともに質が高くて、はい、特にこのチェンジアップですね。はい、これが非常に素晴らしくて、はい、これからがまた楽しみなピッチャーですね。はい、それでも横浜は1点リードの8回、ランナー2塁1塁のチャンスを作ると3番岸本一紗選手。さあ、このライトへの打球、これが落ちてスリーベースヒットに。2点を追加し三重を突き放します。杉山投手は9回2失点無四球の完投。横浜が春夏通算60勝目を挙げました。去年、甲子園で1年生で学びさせてもらったんですけど、なかなか思うようにいかなくて、ずっとここに戻ってきたくて1年間練習してきたので、自分が何か勝つことができたっていうのは、すごく自分の中で成長できた点だと思います。あ、横浜は初戦を突破。いや、2年生エースの杉山投手の本当にナイスピッチングでしたね。はい、素晴らしかったですね。はい、中でもどんなところ注目されました？そうですね、特に僕が注目したのは杉山投手の、フィールディングですね。フィールディング、はいはい、昨日も初戦 の, 難しさを話したと思うんですけど、特に、はい、初回の失点というのは重くのしかかるので、はい、この場面、はいはい、アウトにできたのは非常に大きかったですね。この回を0点に乗り切ったことで、次の攻撃につながったと思います。はい、フィールディングの練習っていうのは、松坂さんも現役時代、はい、高校生の時はかなりやられたんですか？はい、そうですね、僕もプロに行っても困らないようにと、はい、本当に長い時間、部長さん、監督さんに、はい、鍛えられました。いや、はい、じゃあ本当に脈々と受け継がれているものがね、大越さんあるんですね。いや、攻撃の方もね、横浜みたいなチームってその少ないチャンスをこう生かす確率も高いし、はい、さらにこう畳みかけていく力があるじゃないですか。はい、ああいう強さってどういうところから身についてくるのかなと。難しいですね。普通の練習ではこう養えるものではないので、うん、練習試合だったり、大会だったり、こう実践を積み重ねていく中で、選手たちが身につけていくものだと思いますね。うん、特に野球は流れのスポーツで、はい、高校野球というか、その流れというのが本当に試合を左右するので、はい、この流れをつかむかどうかというのは本当に、大きなポイントになると思います。うん、今日の試合を見ていて、こう流れここでつかんだなみたいなポイントってありましたか？そうです、やっぱり守備ですかね。はいはい、杉山投手はフィールディングから、うん、次の攻撃につながりましたし、はい、うん、点を取られた後もしっかりこう三者凡退に抑えて、また、うん、
あの得点につながったので、うん、はい、あの守備から攻撃にうまく流れを持っていけたと思います。流れを制するものが高校野球を制する。はい、続いての試合も見ていきましょう。はい、1点を追う福島聖光学院は5回、チャンスで2番2年生の高中和樹。逆転のツーランホームラン。高校に入って初めて打ったホームランがなんと甲子園で飛び出します。8回には2年生の4番三好元気の一発。聖光学院が初戦突破です。新型コロナ集団感染で10人の選手を入れ替えた県立岐阜商業。序盤から夏初出場兵庫代表社の猛攻を受け大きくリードを許します。それでもこの夏公式戦で初めてマウンドに立った古賀春人が堂々のピッチングを見せます。さらに急遽メンバー入りしたライト高橋和明がスーパーキャッチ。厳しい状況で甲子園に挑んだ県立岐阜商業、初戦突破はなりませんでした。夏初出場の札幌大谷は2点を追う8回、ランナーを三塁に置き4番郡山晴人選手。打球はレフトに抜け1対21点差に迫ります。さらに9回ツーアウト一塁三塁のチャンスを作るとボールがそれた間にホームイン。ついに同点とします。追いつかれた二松学舎大付属はその裏、ランナー一塁二塁とし1番親富祖凪人選手。打球はレフト線へ。劇的なサヨナラ勝利で二松学舎大付属が2回戦進出です。ここからは熱盛甲子園行きます。まずは聖光学院の2年生三好元気選手、ライトからの元気なバックホーム。コントロールも素晴らしいですね。はい、二松学舎大付属のライト親富祖凪人選手はナイススライディング。八代のサード岡本春樹選手は飛びついた。横浜の玉城春樹選手は一塁へ走っていくと、おっと、三重の浅井春樹選手とぶつかってしまいました。ただこの後よく見ると2人とも笑顔なんです、松坂さん。いや、怪我をしなくてよかったですね。はい、なんかあの2人の表情を見てほっとしました。そうですね、はい、笑顔でお互いをこう気遣うスポーツマンシップに。そして明日は大会5日目、こちらの3試合が行われます。松坂さん、優勝候補の大阪桐蔭が登場しますね。そうですね、はい、あの大事な初戦ですけど、あのどんな戦いを見せてくれるのか本当に楽しみです。そうですね、2018年以来3度目の春夏連覇をかけて登場です。さあ、ここからはプロ野球見ていきましょう。まずはセ・リーグの首位を独走するヤクルトの試合から見ていきます。広島の先発森下は1回、ヤクルトの3番山田からカットボールで三振を奪うなど三者凡退に抑え、上々の立ち上がりを見せます。広島1点リードの4回、この試合初めてランナーを2塁に進められ、迎えるは5番サンタナ。縦に大きく曲がるカーブで空振り三振、ヤクルト打線にあと1本を許しません。森下は無失点のまま9回のマウンドへ。最後はヤクルトの村上を三振に抑え、今シーズン初完封、9勝目を挙げました。9回めちゃくちゃワクワクしました。まあ、一度いいピッチングしたら次続かないって思われてるかもしれないですけど、これからしっかりと続けられるように頑張ります。応援よろしくお願いします。およそ1ヶ月白星のない横浜高校出身の中日先発柳、4回ピンチを招きます。
自ら打球をさばき得点を与えません。同点の5回、チャンスで4番ビシエドがタイムリー内野安打を放ち3対2、勝ち越しに成功します。その後の柳は高校時代から磨き続ける落差のある変化球で巨人打線を翻弄。毎回のようにランナーを背負うも6回を2失点でまとめ、およそ1ヶ月ぶりとなる7勝目を手にしました。 DeNA は1点を追う6回、ワンアウト3塁の場面で代打オースティン。この内野ゴロの間に3塁ランナーが帰り同点に追いつきます。2対2のまま迎えた9回、チャンスで打席には代打太田。高校時代に甲子園をかけて戦った横浜スタジアムでサヨナラタイムリー。 DeNA 今シーズン5度目のサヨナラ勝ちです。オリックスは3回1点を追加し、なおもチャンスで4番吉田正尚。打率リーグ2位の主砲の一振りなどで楽天則本から3点のリードを奪います。援護を受けた先発の田島はランナーを出しながらもコースを丁寧につき7回1失点の好投。これで田島は7連勝、オリックス3位浮上です。風速10メートルを超える中、2位ソフトバンクは3回、ランナー1塁で2番今宮。逆風切り裂く左中間へのタイムリーで先制します。リードをもらった先発の石川、強風の中変化球を巧みに操りロッテ打線を翻弄。8回無失点の好投でおよそ1ヶ月ぶりの白星を挙げました。首位を走る西武は1点を追いかける5回、ランナー1塁で中村。日本ハム伊藤の変化球を捉えると打球はレフトスタンドに突き刺さりました。7号ツーランで逆転します。その後同点に追いつかれ9回、ランナー2塁のチャンスで今度は山川。打球はレフト前へ、4番の勝負強いバッティングで勝ち越します。その裏、抑えの増田がノーアウト1塁2塁のピンチを背負い、打席に今日が29歳の誕生日近藤を迎えます。打球はライトスタンドへ、近藤にバースデーサヨナラアーチを喫した西武、最下位日本ハムに悔しい敗戦です。29歳のお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。あそこで打たなかったら最悪な誕生日になると思ったので、まさかホームランにはなると思ってなかったんですけど、まあ、最高の結果になってよかったです。それでは順位表です。セリーグは順位に変動はありません。パリーグは首位西武から4位楽天までゲーム差は 3.5、 大混戦が続いています。続いてはこちらです。今日母校が甲子園初戦突破となった鈴木誠也は4番ライトで出場。ここ3試合ノーヒットの鈴木は第3打席、16打席ぶりのヒットに本人も安堵の表情。さらに続くバッターがヒットを放つと、打ってよし、走ってよしの活躍でチームも快勝です。一方、エンゼルス大谷翔平は44試合ぶりにスタメンを外れ、明日の先発登板に向けた調整に励みました。ベーブ・ルース以来の偉業へ、4度目の挑戦で達成となるのでしょうか。はい、松坂さん、プロ野球今日はサヨナラ負けとなりましたが、はい、ただ西武パリーグの首位を走っています、はい、この要因どう考えていらっしゃいますか。そうですね、ここ何年もピッチャーさえ頑張ってくれればと言われてきて、今シーズンは先発陣、後ろのピッチャーと、はい、本当に頑張ってくれていると思います、うん、はい、特に松坂さん注目の投手、はい、どなたでしょう。そうですね、中継ぎの、水上投手ですね、はい、水上投手、はい、
どんな投手でしょう。去年春のキャンプで一緒に練習したんですけど、はい、このブルペンで非常にシュートが良くてですね、はい、そのボールを積極的に使っていった方がいいよっていうことは言ったことはあります。はい、今シーズンはそのシュート光ってますか。そうですね。あと性格的にも中継ぎとか、はい、抑えに向いてるんじゃないかなと思ってますね。大混戦のパ・リーグですけれども、はい、セーブこのまま。そうですね、まだもつれると思いますけどこのまま行ってほしいです。今日も松坂さんありがとうございました。ありがとうございました。24時間365日守り続ける誰かがいる。すぐに駆けつけてくれる誰かがいる。本日も無事帰還いたしました。あなたのホームを強い力で守りたい。ホームセキュリティで幸せを。月額3850円からアルソック。まあ、いい加減諦めろって。もう一度考え直します。お願いします。器用に生きねえと損するぞ。はい。よっしゃ、サヨナラホームラン、逆転延長13回、劇的な決着。もう一回やり直してみます。しつこいねお前も。スマホで甲子園バーチャル高校野球。はい、東北北部災害級の大雨が続いています。この後の見通しを眞家さんお願いします。はい、お伝えします。現在もですね、青森県や秋田県内では局地的に雨が強まっているところがあります。そしてこの青森県内、秋田県内ですが、現在も土砂災害警戒情報が発表されていて、北海道では大雨警報が出ています。今後もまだ油断のできない状況が続きます。この後なんですが、未明からまた青森県内激しく雨を降らせる雲が通過する見通しです。